おいしい登山始まるよ。おはようございます皆さん、今日はここじゃん、的形駅なんですかね、これ山陽電鉄、山陽電鉄、はい、的形駅にやってまいりました。時刻は10時10分です、はい、今日はここ的形駅から、はい、的形アルプス、はい、ナインとか言うんですかね、こう、はい、まずここで、これて低いですね、107メーターとかね。こう来て、ずっと降りて、ここも海やねんこれね。ここメインイベントですね、海。海の何やったかな。うん。まあなんかちょっとカニの横ばいみたいなとこあるらしいですよね。そこやってでここ戻ってくるみたいな盛りだくさんプランであります。それでも今日も元気にちょっと感じちゃった。それ。それで今日も行ってみよう。あ、親方出てたよ。親方、はい。出番なし。出番なし。はい。じゃあ行ってみよう。はい、そこ出てもうすぐそこ、これね、皆さんが YouTube でね上げておられる有名な坂谷商店さん、はい、開いてないんちゃうやろなあ。よかった、開いてましたね。この豆大福が美味しいらしいんですよ、うん、豆大福ちょっと買っていってみましょう、うん、冷凍らしいです、うん、うん、天と塩って書いてある。坂谷商店です。抹茶か、うん、りゅうちゃんノーマルなんちゃう、クリームなの、うん、やろきっと。じゃあクリーム1個だけしようか、うん、美味しそう、なんかずっしりしてる、うん、はい、マップがいただけると噂だったんで言ってみたらやっぱりいただけました。はい、はい、迷わないように随所にねこういう看板あるらしいですね、うん、いやーやりましたね、うん、遠かったねここまでも。いつもに比べるとちょっとまあまあまだそうやな、登山口もすぐやしな10キロほどかな、全部でな、全部でな、はい、ちょっと楽しみやね、はい、昼から雨らしいですからね。え、ここマジで、ここも晴れてんのに、うんうん、坂の山登山、はい、わー入ってんねや、ちゃんと。これは我々でも迷わずに行けるやもしれん。うん、ほんまやな、これ右やで、あ、右だな、こう書いてある。あ、ほんまや、うん、なんかあれみたい、六甲全樹みたいやな。うん、もさっとしとったらあかんぞ、いうやつやな。見えてますよ、次のポイントは。うん。うん。あれだね、やっぱり坂の山。そうやな。えらい丁寧に書いてくれてねえな。うん。来る人おるんや。うん、まだこんな。そうやな。里山回廊マップまでするぐらいだった。うん、海と山をいっぺんに楽しめるっていうのはいいよね。うん、10時24分、距離は800メートル、はい、12分経過ですね。ちょっと蒸し暑いね。うまいな。湿度高め。うん。えらいまっすぐな道やね。はい、時刻は10時半ジャスト、1.2キロ、分岐に到着しました。はい、ここからいよいよ坂の山、はい、目指していきたいと思います。第1座ですよね。地味にね蒸し暑いからねじわっとくるね汗が。おお、海が。おお、すごい。おお。来ました。時刻は10時37分、はい、1.6キロ、はい、26分、はい、いやー、第1座。見て、この低山ならではの町の近さ。いや、いいよ。今日はどこまで見えますか？って。一個見えへんやん。ちょっと、まあ、でも曇ってないだけ増しちゃう。淡路島見えへんや。ああ、今日は見えない日ですっていうことやね。ほら、三角。110.7 メートル。はい、あそこ三角点あります。ちょっと行ってきます。はい、タッチ、やりました。はい。はい、10時41分、出発。はい、めちゃめちゃわかりやすいよ。はい、来る人おるんか。いやいや、おるやろ。涼しいね。うん。本当、なんか風がよく抜けるな。うんうんうん。大日山。うん。2座目近かったね。10時52分、2.3キロ。はい。ああ。東屋があります。はい。ベンチとかいっぱいあるからね、休憩しやすいね。大日山って札取っとこうかな。うん。はい。行ってみよう。はい。2座終わり。2座終わり。もう41分で2座終わり。3座目。ジャングルみたいと言ってます。3座目、青やの山に向かってます。はい、誰も来てないと思ったらいてましたね。ああ、いや、私はいてると思ったよ。なんでやねん。え、もうすんごい踏まれた道やからさ、うん、こんな晴れた日の土日とかやったら絶対いるやろ。荒れてないし。あの人たちで最初で最後やで。そんなことない。私は海にまだいると思う。青の山第3座。はい、第3座。11時4分、2.9キロ。青の山。座ってみて。はい。うん。古くなったんですよ。モデル古くなった。そう、でかい。座ってみて。はい、こっち向かんでええで。いいね。はい。こっち向くな言われます。向いとるかな。向くわ。ちょっとなんか失礼やろ。こっち向くなってなんや。家近いよ。お前な。めっちゃ近い。散歩来てこうやってな、弁当でも開けたら気持ちいいやろね。あ、ここになんかテープあるからこっちっぽい。いや。右に行かなあかん。そうなんや。また戻ってこんねんけどな。あ、なるほど。で、こっちに行く。ピストンらしいです。山さん。はい。お前な。あ、寿司、なんか。ねえ、えらい高原地区。うん。うまいな。ねえ。なんかね、ちょっと山の側が変わるだけで、風が吹ける。吹き抜けるから、違うね、質が。最初、登山口あたりをもわっとしてたんや。うん。潮風がなんか、すごい広場になってるね。なんか素人っぽいね。うまいな。そこに書いてある赤いテープのところに第4座早くも1時間4分経過、11時16分で第4座 3.5 キロ。もう里庭って感じだね、ほんまに。里山、丸山です。あ、でもなんかね、光が差し込んですごいいいね。うん。丸山。はい。ここに来るために、ちょっと枝道に入りました。81メートル。わあ、すごいなんか。大自然の中にいるって感じの。ほんまやな。ねえ。すごい爽やかな風が吹き抜ける。はい、11時19分、分岐に戻ってきました。はい、次はこっち右に折れます。はい、こっちから来ました。はい、意外と人が来てました。私が行ってると思ってる。おめえ今日で最初で最後だから何が来るんですか。人気やな、ね、意外。左？え、まっすぐやった。道路を渡ります。はい、あ、はい。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ロープパーが出てきました。まあ言うたら雨の日に下るときにあったらええんちゃうぐらいの。こっちから見ると結構急やもんな。登るときは全然ないけど。高坪山三角点って書いてある。三角点はどこか探してもうたって言うたやつがあるじゃんか。あそこある。これ。ありました。5座。第5座。きっとお父さん笑ってくれるはず。何？タッチやりました。はい、105.9メートル。あ、見て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 。チンチンチン。な、あっちが山頂っぽいけど実はこっちやね。かわいい。で次は？福音寺方面。知らんのか。海の方みたいにとりあえず。こっち海の方。そうや。こっち。お分かった。すごい竹だらけやな。うん。もうでもね、なんだろう、ここが一番私は綺麗やと思う。今まで散々竹あったけど。うまいな。竹林なんだろう、風も気持ちいいし、この下に落ちてる葉っぱも美しいし。光の風がよく入んね。ここが一番美しいゾーンやわ。福院寺に向かう途中。はい。ああ、気持ちいい。日本昔話に出てきそうな。そうだね。うん。まあ、なんか神聖なとこに来たって感じする。うんうん。風の生命力がすごい。うん。めっちゃ整理してあるよね、この間引きの具合とかね。ああ、そうやな。うん。わあ、綺麗。うん、美しい。美しい。わかるか。なんでやねん。そんな感性ないやん。おっか。細い道だなこれ。これがなんか竹をメインの世界で人間が通る道をちょっとだけ作らせてもらったよっていう感じやん。うまいな。うん。やっぱこの長いのがいいね、またね。惜しみない竹の世界。うん、ああ、空気が綺麗。うん、晴れてる時に来れてよかったね。うまい。分けるんか、綺麗。バカにしやがって。わあ、ひらひらしてる。おー、うん、あ、終わってしまう。あ、残念。これ美しい世界やった。はい、竹の世界終了。なんか桜の花びらが散ってたみたいだったね。うん。第20番。西国33箇所。うん、を巡ったことになるっていう、あ、上の方とかにも行ってはるんですよね。うん、ほんまや。21番。これを右かな。はい。パラヘルシスペコまで来ました。ペからペコまで来ました。あ、緑のこれ。うん、合ってるわ、これで。はい。これちゃうか。めっちゃ古っぽいで。うん。海大好きやからね。気持ちいい。レザーピロイだけ。そこには書かれたな。ますね。道路おじさん54メーター。マジか。あっちゃいました。ちょっとベンチないねこれ。ないな。うん。もうちょっと進んでみる？ちょっと写真だけ撮っとくわ。時刻は11時55分。はい。5.7キロ。はい。言うの忘れるとこやったやん。道路おじさん、もうこれこそなんかっていう城跡？お昼スポットまで行ってみましょう。はい。いいとこ行ったみたいなね。海はすごいよ。うん。虫がめっちゃおるんやけど、そんなに顔にまとわりついてくることないから、まだ不快指数はそんなに高くないって感じでね。違いますか？ちょょっとまとわりついてる？お、まとわりついてないよ。俺にまとわりつくんか。ハエに大人気。青か。臭いんか。広々とした道やね。でもやっぱり竹林はさっきのが一番。うんうん。これはこれですごいな。すごいすごいすごい。ああすごいすごいすごい。ちょっと行ってみますね。おう。あ、気持ちいい。行くで。めっちゃちっちゃい。はい。時刻は12時1分、6.1キロ。はい。もうね、危うく通り過ぎるところでしたね。50メーター、姫御前山。はい、もうなんか展望がないから山なんて感じですけど。これ第何座？6座。6座かな。うん、ね、多分6座ぐらい。6座。うん。ね、6座。いや、あと3座。ここやん。ああ。おお。12時4分。はい。こう来ると思わんかったから、ちょっとびっくりした。6.2キロ。はい。おお。あ、これは。ちょっと。すごい。立っていいですかね。お、大丈夫。大丈夫。もう一丁行くわ。ええ。ちょっと怖い。落ちんといてやりゅうちゃん。で、どこだよ。いいか。イエイ。すごい。これでも取って。そうやな。船まで取っといた。何まで？船は。おお、センキューセンキュー。海感たっぷりやろ。お、すごい。あ、ちょっと影。はい、昼食会場です。はい、ちょっとだいぶお腹空いたんで。今日の美味しい。8作。100% 実家から八朔を大量に絞って送ってくれました、はい、もう蓋開けた瞬間がめっちゃ八朔の匂い、もう唾液出まくり。 いただきます、はい、しょっぱいんちゃう。酸っぱい。水入れたらちょっとこんな濃いエキス飲んだことない。あの溶けかけやから余計にね、もう何日も冷凍庫に入れとったもんやから、うん、もうあんま溶けてないのよ、うん、もうめっちゃ上澄みのこうって感じ。ちょっと飲んでみいや。いやとか言うだよ。そんな感じ。いや、ほんまそんな感じ。酸っぱいよな、うん、もうでも体に染み渡る。はい、今日の美味しい。はい、久しぶりにじゃーん、豆田の稲荷買ってきました。はい、私はこの今日の月替わりのね、青じそが食べたかったんですよ。よし、いきます。いただきます。おいしい。俺これ食べよう。やっぱりね、冬場よりね、すし米が柔らかいからね、カチカチになってないからね、体に数が行き渡ってとっても美味しい。おにぎりも買いました。今日の美味しいデザートは先ほどの酒屋さんで購入した東京クリーム大福、うん、お酒に、うん、冷凍してあったから程よくひんやりしてるわ、うん、いただきます。めっちゃうまっ。へえ。うんね、うん、甘じょっぱいね。天と塩っていうだけあって、うん、生クリームもあっさりめの生クリームでしつこくないね。え、なにこれ、めっちゃ美味しい。この冷凍が溶けかけてるから、なんならすんごい美味しい雪見大福食べてる感じ。うん、どうぞ。はい、甘ったるくない。こんな感じで断面。それでいてこの豆大福の豆のつぶつぶ感の食感も良いしね。もう笑ってる。料理番なんだこれ。天と塩っていうだけあって甘じょっぱい塩。覚えきれてへんがな。おいしい。それほんまおいしいわ。ほんまおいしいわ。ほやろ、この甘ったるいだけじゃなくて、あんこって甘ったるいだけのあんこのとこもあるけど、ほんまに塩がね、塩加減が程よいねんな。この汗かいた体にほんと染み渡る感じの、抹茶バージョンもありましたけど、クリームの方にしました。おいしい。冷たくてね、雪見大福食べてるって感じ。ああ、よく覚えとったね。ちゃんと聞いとったらしいね。ちゃんと思ったこと言えばパクんだよ。以上、りゅうちゃんの拙い食レポでした。12時28分、休憩会場、実はねちょっとルートとずれてて上の方行かなあかんかったみたいなんですよ、ちょっととりあえずこの寺まで行ったらいいんかな、はいはい、寺さんまで行ってみたいと思います。この辺が山頂っぽい。木場山っていう、水道がもう山頂ってことにしておきましょうかね。はい、木場山だそうです。登ろう。展望台。ここがうちらの木場山ってことで。いいじゃないですかね。わあ、涼しい。やってきました、海です。もう潮の匂いがすごい。あ、先行ってはる人おるよ。これが本日のメインイベント。雨降ってなくてよかったね。海タッチせんでんか。海タッチするとこある。海に来たからね。べっちょべちょやで。来ました。アホやが舐めてますよ。そんなんしたのかアホで。取っぱないわ。そんなわけないやろ。あのね、生ぬるい。生ぬるい。山のなんか湧き水とかとは全然ちゃうわ。火当たりまくってんねんね。舐めてみるよ。舐めるかそんな。なんでやねん。舐めてんわ。けんだよな。うん、うちの実家ではね、わかめ作って送ってくれんのよ。うん、わかめ美味しそうよね。プリプリしてるわ。なあ、乾燥させてな。おかえり。なんかこう伝うような。うまいな、なかったな。お？これふんだ赤い発泡スチロールからね。はい。終わってもうたかな。終わった。ありませんでした。ありませんでした。うん、で、あと2座か。あと2座。ああ、めっちゃああ。気持ちよさそう。いいね、人が飛んでるの見ても気持ちよさそう。潮干狩りしてんの。ああ、そっか。めっちゃにぎわってるやん。おお、なっちゃうやん。お潮干狩り。ほんまか？知らん。見て、行きたり道が。磯山の南端やで。うん。磯山ってどこに行くねんかな。はい。磯山っていう山や、次。ああ、次ね。すごい人口密度だよ。サモ山頂っぽいよな。そうやな。うん。あ、ぽいぽいぽい。ここはね、山つってすぐ着くから安心やな。丘やな。こっから飛び降りはったんか、さっき。ああ、そうやな。ここでこう風を捕まえてからの。今やったらいけそうやけどな。しっかり捕まえんと今みたいな残念な一瞬で終わる空の飛びになってしまう。うん、なんか海沿い歩いた後やともう繊維喪失やな。あった。13時41分、はい、距離は 10.1キロ、はい、やりました磯山。標高60メーターです。あ、いえいえ、60メーターっぽい風景です。なあ、どうせやったらでもな、こっち側にこう磯山ってつけてくれたらな。うん、ようやくやったね。コンプリートですよ。これは向こう山でいいのかな。知らん。向こう山ってことですけど。うん。67メーター。はい。13時46分。距離は 10.3キロ。向こうやりました。はい。何ナイン？的型。的型ナインコンプリートやりました。はい。ちょっと景色は全くありません。はい。あ、ここにもあるよ、可愛いの。えらい景色やな。うん、はい、1時54分、山から降りてきました。はい、距離は 10.8キロ。はい、右。よく右見て、左見て。はい、2時11分。今回はね、もう帰りに抹茶の饅頭も買って、余裕で着替えて待つという。素敵なバッチリなタイミングやったね。何キロですかね。何キロやったんかな、これ。ちょっと完了しちゃったわ。どうしちゃった。ちょっとわかんない。あ、11.5キロ。11.5キロでした。いや理想的なプランだったんちゃいますかね。はい、竹林が良かったですね、やっぱり。そうやな。うん、海も良かったけど竹林の美しさに感動した。ロープを伝って岩を横に移動するっていうところからなかったから残念やったけどね。あそこちょっと楽しみにしとってんけど、そうやね、どこやってんって感じだったな。安全な道を通り過ぎてしまいました。はい、これで大阪に戻って打ち上げしたいと思います。打ち上げになります。おむき。お、入ってる入ってる。はい。いや、当てるよ。あ、サンプルですね。え？盛り合わせ。350円だっけ？350円。これ安いよね。はい。おみおしらせ。